小選挙区補欠選挙、千葉県第5区、政治家女子48党の政見放送です。この政見放送は、政治家女子48党が自ら制作して提出したものをそのまま放送します。ジャニーズには全て学んだんで、最初の。感謝もすごいですし、まあ、全てを学んだ本当に親みたいなものでもあるんで、ジャニーズさんとかは性的なことは嫌だったけど、感謝はすごいあるから、なかなかだからそのちょっと違うんですよね、多分感覚が。そうカメラの前で話すのは元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモトさん。カウアンさんは昨年11月13日自身の YouTube 配信でジャニー喜多川氏による性虐待の実態を告発。自身が受けた性被害について話しました。で、そのジャニーさんの家に、まあ、出入りするってのは結構有名な話で、2回目か3回目ぐらいに見に行った時に、まあ、ちょとりあえず今日は僕の部屋の隣のベッドで寝ないよ、そういうねみたいなの始めて、なんか僕のもう太ももマッサージしだしたんですよ、うん、でそれが手がどんどん伸びていくみたいな感じで、うん、結局まあ加えられて最後までなんない、行かないと思う、うん、ずっとやり続けるんで、で僕その時もあんなに状態で我慢しないと売れないから。ジャニー喜多川氏は自身が経営するジャニーズ事務所に所属する10代の少年らに対し、日常的に性的搾取を行ったとされています。当たり前のようにありますからね、みんなですから、うん、本当にトラウマな人はいますし、うん、生前頻繁に行われていた性的虐待、驚くべきことにあの人物の名前も。もともとはなんか代々受け継がれてる、なんか松本潤部屋みたいな、加藤翔部屋みたいなそこに入れた人はすごいみたいな。ジャニー喜多川氏は気に入った少年に対し専用部屋を自宅に設けていたとのこと。さらにはこんな性癖もあったといいます。そうですね、実はその2人同時ってのがありましたね、僕と平野。本当になんかなんてスイート、うん、一番上のでっかいところみたいな、部屋何個もあるみたいなとこ借りて、そこに僕とヒラン泊まって、でジャニーさんと3人で、うん、で同じキングベッドでこう3人寝てみたいな、その時になんかこう僕からのヒラノとかがあったんですよ。なんか寝てるふりしてるんですけど、こっちは断れないし、うん、OK と言えない。元ジャニーズジュニアが明かすジャニーズ事務所の実態、そしてジャニー喜多川氏の素顔。カウアンさんは我々の独占取材に応じてくれました。この一緒にジャニーさんと二人きりでジャニーさんが運転してるんですよ、ドライブ。ジャニーさん家に大量の袋があるんですよ。ここに履歴書が全部こう入ってる。これをちゃんとジャニーさんは一個ずつ見てるんですよね。やっぱり上に行くほど年がなくなってくるんで、ジャニーさんの若いのが好きなんで、15歳の時にそれをされて、やめてるのは20歳なんですけど、結局それを我慢してデビューするつもりでやってたんで。抵抗できない少年に対し、デビューへの道と引き換えに性的な接触を求めたジャニー喜多川氏。少年らは精神的にも追い詰められていったといいます。やっぱそりゃされたすぐ後とか一回おかしくなるんで、多分その精神的に何これってなるじゃないですか。それでも彼らが我慢し続けた本当の理由、ジャニーさんすごいと。それを言った時に絶対その状況にない人は理解できないことなんで、確かに僕も外だったら何言ってんのってなりますけど、まあ親と近いって言った方が楽ですかね。性的なことは嫌だったけど、そういういろんな感情があるんですよね。それぐらい多分みんなジャニーズの中で人生変わっちゃってるから、良くも悪くも。僕は動画出したくないのも普通に恥ずかしいんで、それってめっちゃ、そんなきついことってないんで ね、触れたくもなかったんです、ね、忘れてたので、長い間。嘘じゃなくて現実、ただの現実だから。それはね、一瞬の出来事として捉えてるっていうか、忘れるというか。2002年3月、東京地裁の判決でジャニー喜多川氏による性加害が認められている。しかしその事件をマスコミが報じることはなかった。15歳の時調べたんですよ、ネットで。そのジャニーズが裁判でこう負けて、ああ負けた、ああそれは調べたんだ。その時も有名なんですよ、ジュニアの中で。みんなでこう調べたりとかして、こう負けてんのに出てないんです、やばくねみたいな。普通に考えて、だってこれ喋ったら俺らどうなるんだろうって結構想像するんですよ。でもやっぱりそこに想像した先何があるかって、結局デビューできない
ていう。で15歳でまだ何もわからないんで、大人のこととか もっと怖かったですね。だから普通に消されんだろうなって、静かに。まあ闇だらけだなと思って、その15歳なりにこの世界終わってんなと思ったんですね。こんなもんなんだと思って、自分もあったし、その当時てか今でもそういうことって日本にいっぱい行われてて、子供たちが夢を追いかけようと思って目指そうと思った時に、その現実が待ってるってどうなんだろうっていう。我慢してでもデビューしたかった。当時10代だったカウアン少年は幼いながらにそう決意した。僕も本当長い間誰にも言えなかったし、親にも言えなかったし、まあ、それも自分で忘れるかのように仕事をして、うん、そのまま頑張ろうみたいな、もうここまで覚悟を決めて、それまで耐えて絶対デビューしてやろうって逆になりますよね。この悪しき習慣は今からおよそ50年前の1975年にはすでに始まっていたといいます。それは代々ジャニーズに受け継がれてきた悪しき文化。昔は元気な時はする側もあったらしいですね、うんうん、そう、まだ楽だぞみたいな、昔はもっとやばかったぞみたいな、されるだけで済んでるんだから感謝しろみたいなこと言われたことありますよ、逆にそうやね、先輩に。ジャニー喜多川氏の異常な性癖に支配され、幼いながらにトラウマを植え付けられた少年たち、夢を持つ彼らは次から次へと歪められていった。僕も本当長い間誰にも言えなかったし、親にも言えなかったし、まあ、それも自分で忘れるかのように仕事をして、ここまで覚悟を決めて、それまで耐えて絶対デビューしてやろうって逆になりますよね。なぜ日本のメディアは報じないのか。そこにはジャニーズ事務所とマスコミ各社の密接な関わりがあったからだという。いろんなとこにお中元届くんです、いろんなもう大手の、うん、もうここと話してんだ普通にみたいな、うんうん、家に、あ、そうです、普通に話してるよみたいな、それこそ週刊誌とかも多分そうだと思うんですけど、ここ本当にあの人やっぱみんなと顔で聞いてる部分があったんで、ジャニーさんっていう人柄で。NHK をはじめとする日本のマスメディアはこれまでジャニーズ事務所にとどまらず、スポンサーである大企業や政治家の不祥事に対する隠蔽を繰り返してきた。 NHK は番組持ってますからね、ジャニーズ。そう、一番メインだと思います、視聴率の。正直同性もみ消されたりするし、暗黙の了解で分かってても、うん、その俺が一人が言ってもそんな変わんないでしょと思ってたんですよ。今回のジャニーズ事務所の件はイギリスの国営放送 BBC で特集され、日本でも多くの人が知るきっかけとなった。そうで、それできた時に、まあ、その時代今すげえ変わってんなと思ってるんで、今テレビもね、どこまで続くかわからないですけど、こうやって言うことによって変わってくれたら、みんながやっぱそれを知るとかで、日本のマスメディアは未だに沈黙を続けている。公共放送 NHK は受信料制度であるにもかかわらず、今なお忖度報道を続けている。それに対しイギリスの国営放送は昨年受信料制度を廃止した。芸能界、マスコミ、そして政治、これらは時代を超えて密接に関わり合っている。この日本の悪しき文化を是正し、これ以上被害者を生まぬよう、我々 NHK 党、そして新たに誕生した政治家女子48党は巨大な権力と戦い続けます。小選挙区補欠選挙、千葉県第5区、政治家女子48党の政見放送でした。